ジャンボ125スピードファイト125プジョーモトシュクルはフランスプジョーの二輪車部門である。1898年にプジョー最初のモーターサイクルを製造した現存する世界最古のモーターサイクルメーカー。第1回パリモーターショーでド・ディオン・ブートンエンジンを搭載したプジョー最初のモーターサイクルを発表。後輪部分にエンジンをマウントする斬新な車体構造だった。 マンシマツーリストトロフィの第1回大会の2気筒クラスにおいて、駆除性 V ツインエンジンを搭載したノートンが勝利。ボルドールでの耐久レースにおいて、駆ー P515 が 2000km 及び 3000km の平均最高速度、24時間走行の平均最高速度という3つの世界記録を樹立。第2次大戦後には女性の社会進出が進み、 手頃な交通手段としてのスクーターがブームとなる。1953年に登場した、プジョー S55 は、フロントのトランクと、キャリアや快適なダブルシートが特徴で、ヨーロッパ市場で人気を博した。モーターサイクル製造120周年を迎えた、この年に、ブランドの生誕の場所である、パリモーターショーにて、次世代のプジ駆除元宿領を象徴する、P-NEX コンセプトを発表する。 ありがとうございます。